はい、どうもです。今日はですね、こちらマグロの頭っていう食材ですね。はい、ということでね、前回さばいたマグロのですね、頭とカマ、今日はですね、こちらからもうマグロの超希少部位を取り出して料理していこうかなと思います。ということで早速観察していきましょう。はい、こちらがまず頭ですね。おそらくね15から20キロぐらいありますね。で、今日はねこの目玉とこの頬肉、頭肉をね食べていこうと思います。このね部位、エラブタっていうのかな、ここはね何にも見ないです。こんな感じ、薄っぺらい。で、こちらがカマですね。で、この断面、皆さんやばいでしょ。これ酸化してマグロのミオグロビンっていう成分がね黒ずんできちゃってるんですけども、これ表面だけカットすれば全然食べれますということですね。今日はねこちらの食材を使いまして大贅沢料理を作っていこうと思います。まずはね一番時間のかかる塩焼き、こちらをね作っていきましょう。はい、それではまずはねカマからやっていくんですけども、さすがにこんな分厚いのは焼ききれないんで、ここで切断して、でこの一番脂の乗ったカマトロの部分を焼いていこうと思います。じゃあ切っていきましょう。今日もねノコギリで切っていきます。ここがね、硬い骨が入ってるんですよね。ここさえ切れれば、あとは包丁でいけるはず。 OK。 よし。はい、そしたらですね、カマの背中側の部分、カマトロの部分に、ね、分かれました。こっちはね、刺身で食べていきます。じゃあここの血がついてるんで、これ血をね、取り除いていきましょう。これ臭いですからね。あ、やべ。そしたら塩焼きなんで塩を振っていきます。塩です。説明いらんかちょっと今みんなをバカにすぎた。辛いか、さすがにこれは辛いぐらいがちょうどいいか。で、こっち皮の方はおそらく皮はね硬くて食べれないと思うんで、結構ゴリゴリに塩振っていきます。よし。なんとね今日は炭火用意してるんで、炭火で焼いていきます。一人で食い切ろうかな。ダメです。一人で食い切ろうかな。ダメです。多分ね4日かかるね、東京海洋大学通っててさ、東京に住んでた時ね、居酒屋とか行ってさ、本マグロの釜とか書いてあるわけよ。でも高すぎて買えんやん。 YouTube のせいで借金あったからさ、ずっと食べたかった。ようやく夢がかな。焦がさないようにね見張りつけてやりますんで。うわ、雨や。火もいい感じになってるわ。よっしゃ、行きましょう。うわいいわ、めっちゃええやん。こっちやばいって。どんぐらいで飽きるよな、これ2時間とか。よし。はい、そしたら炭火焼きできるのを待ってる間にですね、頭の肉たちをね取っていきます。もうね俺ね、このマグロの目玉ずっと食べたかった。ずっと食べたいものばっかりやな。でもマグロの目玉はねそんな高くないんでね、何度か食べたことあります。さて、どっから包丁入れるやろな。今日3人いるけど、このマグロの目玉誰が食うか戦争が起きるな。うわ、油だらけだ。よし、取れた。すごい油よ。はい、こちらが目玉です。で、反対側、反対側もね、目玉取っていきましょう。よし、いいね。これすごくない？目を動かす筋肉までこんだけ脂乗ってるってさ、すごい生物ですよ。で、次なんですけども、ここです。ここにね、頬肉が入ってるんですよ。これをね、取り出していきます。皮がね、硬い。あ、下まで行き過ぎてるかな。いや、こんなもんか。めっちゃでかいの出てきてるやん。いいね。で、この辺ね、面白いのが、見て、白に白だから分かりづらいか。こんな形、鱗が。そう、この変な形してるせいでめっちゃ剥ぎづらい。じゃあこれを削り取っていきましょう。マグロの頬肉初めて食べるな。なんか初めて食べることをさもすごいことのように言ってるんですけど、初めて食べる食材の方がいつも多い気がするんだよね。よし、全然違うわ、他の身と。クジラみたい。なんだこれは。ちょっと刺身で食べてみよう。さ、頬肉の刺身なんて食べたことある人いるのかな。すごいね、これ真っ赤。うまっ。
ちょっと馬刺しに近い。これなんだこの旨味の爆弾は。糸引きおきはぎに似てるぞ。みんな糸引きおきはぎ知ってる？糸引きおきはぎに近い味してる。糸引きおきはぎと馬刺しの中間ぐらい。多分糸引きおきはぎね、多分日本で食べたことある人100人もいないような気がするんですけども、近い。ほっぺ糸引きおきはぎ味ほっぺ糸引きおきはぎ味なんだ。2回目は成功。マグロと同じぐらい糸引きおきはぎさばくのめんどくさいからな。うまっ、食べたい。一口ダメじゃあラストね、頭肉。こちらをねやっていきましょう。頭肉楽しみやな。おでこに肉が入ってるんですよ。いい頭してんな。ちなみに今日さばくの3日目なんです、2日目か2日目なんですけど、島の人にあげたらめちゃめちゃ喜んでました。やっぱ喜びはね共有しないとね。PCR 検査の鼻の綿棒ぐらい入るわ。たとえ来たら分からんかな、ご時世だからな。これ270ミリあるんですけど全部入ったよ。まあ、よく100均とか言われてる包丁が150ミリとかじゃないかな。だからあれの 1.8 倍ぐらいある長さの包丁が埋まるぐらい頭肉太いです。正直言っていい？分からん、これ構造が。あっかん、分からん。もうここ切ろう。ここに謎に骨があるんだ。うわ、頭肉うまそうやな。初めて見る色、ここまでさばいてきて。絶対うまいやん。じゃあね、頭肉反対側もありますから。なんか頭肉が今一番うまそうに見えてる。めちゃめちゃおいしそう。おお、取り出すのうまくなった。よし、すごいなこれ。箸起きてるわ。ひっくり返しましょう。おお、焦げてる。いきましょう。はい、それでは希少な3部位が取り終わりました。こちらです。手前のピンクのが頭肉、そしてこの赤いのが頬肉、目玉ですね。見て見て、この頭から取れる量がこんだけですよ。やばくないですか。じゃあ次ですね、このマグロはもう食べる場所ないんでしていや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 、いやいやいや、閉まってないっすよ。入らんってあるんやねはい、そしたらですね、ついに来ました。もうこれが今回の大本命と言ってもいい、カマトロです。ここにね、最高の肉がね詰まってるんで。いや、肉じゃない、これはもう夢が詰まってると言ってもいいんじゃないでしょうか。今から夢を開封していきます。夢は開封できます。夢にメスを入れていきましょう。あ、この滑っていく感じが脂の多さが分かる。ここにね、一本骨が入ってるんですよ。あ、上から行けた。待って、ちょっと想像の2個上が出てきた。これはさすがに俺が全部食うわダメっすどうしよう、焼肉する？これで A5 ランクの肉やんA5 ランクの肉やんって言ったけど、 A5 ランクの肉食べたことなかったわ。悔しい。この残ってる部位食べてみよう。何これ。これ多分今このスプーンの上乗ってるの世界一のネギトロです。食ってみ。飛ぶぞ飛ぶぞこれ飲み物ですねこれは。もうとんでもなく濃厚なスープみたいな、言ったらえぐい。食ってみ。うまっ。極上の飲み物ですよこれね。マグロの1リットル飲みたいね致死量致死量致死量やそれは。マグロに溺れてしまうぜはい、じゃあそうしました。今日はですね、2品作っていきます。頭肉の握り、カマトロの握り、ホホ肉の握り、そして目玉の煮付け、まあ、握りとね煮付けを作っていこうかなと思います。でまずはですね、米をね切っていきましょう。握りはですね、本当に作るの難しくてうまく握れないんですけども、まあ、こんだけのいい具材があればうまく握らなくてもうまくなるんで。熱い。じゃあすし酢入れていきます。
パラッパラや。寿司屋でカマトロの握り食べたらおそらく1貫3000円ぐらいするんでしょうね。よし、冷まさせてる間にですね、煮付けを作っていきましょう。セット。じゃあまずはお水、生姜で三温糖で、この目玉入れていきます。入るか。アクを取ります。じゃあアク取り終わりましたら味付けしていきます。醤油、みりん。油すごい、めっちゃ浮いてんじゃん。うわうわ、油が染み出してきてる。これ、この油が染み出してきてる、わかるか。わかりますよ。ほら、じゃあ握り用に切っていきましょう。そう、切り方が本当にわかんないわ。硬っ。で、角立てたいんで四角に切っていきます。こんなもんでしょうかね。で、若干ね、ここ筋残ってるんで筋もね、落としていきましょう。握り用にね、ちょっとちっちゃいな。あのね、これね、初めての感覚なんですけど、油があまりにもすごすぎて、これ滑る。こんなに滑る刺身は初めてですね。これね、見ての通り筋が多いんで筋切っときます。あの、僕ね、結構ね、食感にうるさいんですよ。筋っぽいのあんま好きじゃないんですね。実際に本マグロをちゃんとした寿司屋さんとかでは結構筋切ってあること多いんですよね。口当たりがね、全然変わってきます。はい、そしたら次、頭肉。これもね、綺麗にカットしていきましょう。肉もほとんど身が取れないですね。頭肉はこっち向きでいいかな。うわ、うまそう。さて、ただどうやってこれ切ろうか。多分ね、普段刺身に使うような身じゃないと思うんですよね。ここがね、割れてるんですよ。ここで割るか、どうせ割れてるなら。で、これをまた成形していきます。こんな感じで筋がね、すごい、筋取っていきましょう。取れるかな。よし、 OK。 薄めの肉なんで相当ね、伸ばして。あ、微妙だな、形が。綺麗な形にはならんな。これが限界か。これも筋切りしときましょう。はい、そしたらネタが切り終わったんでね、握っていきます。まあ、握るって言っても、あの、本当に全く握れないんで、もうフィーリングでなんとなくやっていきます。ちょっと恥ずかしいんでね、この寿司握るところはね、見せたくないぐらい、本当に。はい、お待ち。完成しました。これはもう絶対うまいやん。これさ、ちょっとここ見取ってほしい。ここ液体がここに溜まってるんですけど、マグロの油ですからね。よいしょ。よーし、マグロ生活集大成や。それでは完成しました。いただきます。うわー、すごいな、これ贅沢すぎるよ。じゃあまずカマトロの寿司からいきましょう。うわ、やばい。今まで食った寿司の中で一番うまいかもしれん。今まで俺が一番うまいなと思ったのはキンキの炙りの寿司で、2番目が小肌だったんですけど、一番うまいわ。次、頭肉です。
うわ、失敗したな。頭肉めちゃめちゃうまいんだけど、カマトロを食べてしまったせいでかすんでしまう。じゃあ頬肉も行きましょう。どうやろうな。うん、糸引きおきはぎやな。いや、うまいよ。これね、糸引きおきはぎやなっていう褒め言葉ですからね。かなりね、筋っぽいんで、寿司としてはちょっと微妙かもね。味はうまいんだけど、食感は微妙。じゃあ、これもう一番楽しみにした。釜の塩焼きです。いきます。うわ、ほろほろやな。ちょっと待って、塩焼きの概念が変わった。飲み物や。うわ、口の中でとろけるわみたいなさ、なんかそういう表現よくあるじゃないですか。違う、口の中入れたらなくなる、消える。柔らかすぎて、これはやばい。うまっ。ミダインゼリーよりね、飲み物。塩焼きの概念崩れない。溶けますね。口の中入れたらもうなくなってるよね。なくなってますね。はい、そしたら目玉いただきますわ。なんだろう、この部位。旨味のカプセル食べたみたいな味した。うわ、目の肉はやばい。これちょっと油多すぎてしんどいぐらいある。あ、でもうまいわ。はい、それではごちそうさまでした。本マグロ150キロね、2部にわたってねやってきたんですけども、本当にねこれ楽しかった。普通になんかマグロってさ、部位によって本当に味違うんですよ。今回動画にはしてないんですけど、尻尾の方は尻尾の方で脂少なめで筋が多かったりして、で煮付けで食べたんですけど、それはそれでもうね、あのすごい美味しかったりとか、大トロの部分でもさ、脂が多い部分と脂が数ぐらいの大トロの部分とかでもう全然味違うし、カマトロもね全然また味が違うわけよ。こんなに面白い魚がねいるとはね。正直ね、マグロ見たくないぐらいね、もう僕は死ぬほど食っちゃったんで、あとはね、島のお世話になる人たちにね配ろうかなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。